マジですいません。ちょっと考えますね、このライブ。もう勝手になんか切れちゃうんすよ。で、充電器も抜いてたのに、もうどうしたいんすかね、これ。臭っすね、本当に。いやー難しいっすね。そうっす。1000人近くなるとなるんすよね、本当に。すいません、皆さん、ありがとうございます。クラッシュ、もう大クラッシュです、今日は。もう3度目の正直とはいきませんでしたね。もうちょっと僕のライブクラッシュがもう起こると、もうちょっと想定して、皆さんちょっとこれから見ていただければ。クラッシュ起こらなかったらもう奇跡ぐらいで、もうやめた方がいいんじゃない。いや、まあ本当そうっすね。900以上で告知しておけばよかった。マジそうっすよ。もう告知できないじゃないですか。もう2度あることは3度ある。そうですね、3度目の正直じゃなくて2度あることは3度あるでしたね。伝説、伝説のくるくる、一生告知できんやつ間違いないです。いや、ありがとうございます、みちこさん、ありがとうございます。いや、でももう200人近く戻ってきてくれましたね。こんな配信初めてよすいません。場所っすかね。4度目のこんばんは。こんばんは、よすけさん。スリーアウト、もうチェンジですね、これは。完全にパソコンでやった方がいいっすかね、スマホじゃなくて。やっぱりおすすめのラーメンの話、おすすめのラーメンの話、神。ほんまは熱だっつ、スマホの熱、熱いんかな。あ、でも熱っ。あー、でもなんかずっとこうライブ携帯でずっとこう回してたら、あの充電器差しなくても今熱めっちゃ持ってますね、携帯が。いやー楽しくなってきた。本当ですか。ちょっと僕も11時30分だったんす、なるんであれなんですけど、あ、すいません、皆さん帰ってきてくれた人いるのに。あ、もうちょっとだけっすね。ちょっと皆さん、ちょっとさっき1000名ぐらい見ててもらってたんですけど、ちょっとそこで告知したかったのに、あれですね、皆さんもちょっと僕がツイッターとインスタグラムのストーリーで、まあ皆さんこうエスプリさんって、明日の働かしてもらうパン屋さん、後で載せるんで、ちょっと皆さんそれまた拡散とかしていただける方がいらっしゃいましたらめちゃめちゃ助かりますんで、明日はあと700人待ってたらちょっと僕寝れないですねなんでちょっともう寝させて今日はいただきますんで、家帰って。あ、ツイッターリツイートありがとうございますまあ900で告知すればよく、本当っすよね、バカっすよ僕で。そうそう、リツイートありがとうございます。で、まあ明日ね、エスプリさん、久屋大通りの、14時からね、17時まで、楽天ファンの方ありがとうございます。させていただくんで、またすぐ、ライブ終わったら、告知のやつ載せますんで、拡散の方、すいません、皆さん、よろしくお願いします。はい、久屋大通りです。明日ちょっとまた頑張りますんで、あ、スワローズファンの方もありがとうございます。
あの明日皆さん待ってます。2時からなんで、それぐらいから5時までですね。皆さん本当に今日長時間でしたけど、最後まで見ていただいた方、何回も聞いちゃったりとかして申し訳なかったですけど、最後までありがとうございました。また明日もしお会いできる方は楽しみにしてますし、またこれからね、オフ会とかも、企画していくんで、多くの方に、本当に会えたら、僕も嬉しいですし、頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。じゃあまた、インスタとツイッターで告知させてもらいます。ありがとうございます。おやすみなさーい。